新生岡田阪神、糸原健人の来季はどうなる？糸原選手の現状。かつては球団史上最年少キャプテンも務め、岡田彰布、鳥谷敬に続き阪神の内野手としてはプロ入り後2年目までに全試合出場という史上3人目の快挙を達成した糸原健人。しかし今季は2年目の中野拓夢や木浪聖也、山本康弘といった実績ある選手の台頭により、これまでよりも少し物足りなさを否めなかったのではないでしょうか。糸原はトレードされるのか、それとも阪神で活躍できるのか検証していきます。糸原健人の主なエピソード。糸原健人は島根県雲南市出身。2017年にドラフト5位で阪神タイガースに入団したプロ6年目の選手です。右投げ左打ち、ポジションはプロ入り前はサード、プロ入り後はセカンド、時にはショートとしても起用されることから、内野ならどこでも守れるユーティリティプレイヤーです。ちなみに今年で30歳となった糸原の誕生日は11月11日ポッキーの日です。プロ通算成績は打率2割7分3厘、本塁打12、打点190、主軸につなげる打者としては決して悪くない数字を残しています。また入団当初から選球眼に優れ、フォアボールが多い選手としても有名でしたが、3年ほど前から攻め方を研究されたせいか、毎年支給率が低下し、ここ最近の支給率はリーグ平均未満にまで落ちているのが気がかりなところです。気になる来季の起用は、先日岡田新監督とも親交が深い元阪神タイガース OB の田尾靖さんが自身の YouTube 番組で来季の構想についてこう語っていました。ファースト大山、サード佐藤は確定、ショートは中野、セカンドは未知数だがトレードの渡辺になるのではないでしょうか。あとは木浪や山本、小幡もいますし、内野の層は厚いですね。少しびっくりしました。これまで内野の要として貢献してきた糸原の名前がありません。それは秋季キャンプに選ばれなかった糸原はすでに構想外と思われているからなのでしょうか。そして田尾さんが予想する中野選手はまだわかるとしても、未知数と表現した渡辺って一体どんな選手なのか気になります。渡辺亮、2022年シーズンオフに日本ハムからトレードで阪神タイガースに入団しました。2013年のドラフト1位選手でもあります。直球にめっぽう強く、直球破壊王子との異名を持ち、プロ通算成績は打率2割5分7厘、本塁打28、打点145。主なポジションはセカンドおよびファーストです。打てる内野手として阪神タイガースに加入し、秋季キャンプにも参加しているのは期待の表れでしょうか。中野拓夢、さっきはルーキーイヤーながらショートに定着しつつ、球団新人歴代6位となる127安打をマーク、セリーグ盗塁王にも輝きました。今季は打率2割7分6厘、本塁打6、打点25という成績を残しています。なお秋季キャンプでは岡田新監督がセカンドのコンバートも試され、合格点を与えられました。同じポジション争いが予想される糸原選手にとっては、さらにライバルが増え、ますます状況が厳しくなるかもしれません。しかし田尾さんが推す中野と渡辺、数字上では糸原と比較しても大きな差はありませんし、逆に糸原の実績が上回っているようにも思えます。岡田新監督と親交が深いだけあって、田尾さんの言葉に重みを感じますが、糸原にはいい意味で期待を裏切ってほしいです。矢野前監督のエコひいきはあった？次に矢野前監督のひいき目があったのではないかとの声について検証します。これは矢野前監督が公表したわけではないため、真相は分かりません。ただこのような声が上がっている以上、ファンの目にはそう映っていたのも事実だと言えます。そこで一つの理由として考えられるのが、今季開幕当初に起こった虎の悲劇です。この時期、虎党の怒りは最近では例を見ない
1980年代後半から2001年まで長く続いた暗黒時代にも匹敵するほどのものでした。その時に最も不運だったのが糸原です。開幕戦では5番セカンドとして出場するも、4月末の時点で打率1割7分6厘と絶不調でした。当然、昨季までの活躍によって大いに期待されていた選手なので、辛抱強く使われていましたが、かえってそれが逆効果となり、戦犯のイメージがついたのかもしれません。そして、熱血トラファンからすれば、調子の悪い選手を使い続ける、イコールエコひいきに移ったのだと思われます。しかし、実際に絶不調だったのは糸原だけではなく、ファンの怒りの矛先が糸原だけに向けられたとも考えられます。それだけ期待の大きい選手と言えますので、糸原にはこれまで以上に頑張ってもらい、結果を出すしかありません。トレードの噂について。この噂も最近ではネット界隈で飛び交っている大きな話題です。しかし、2022年11月25日、来季の契約更改に臨み、100万円アップの推定年俸8000万円でサインしたとも報じられています。現時点でトレードの話は噂程度だと思われますが、それでも何が起きるかわからないのがプロ野球の厳しい世界です。未完の大型スラッガーとして長年期待され続けてきた江越大賀のトレードも先月の話でまさに寝耳に水状態でしたので、この先の動向もとても気になります。糸原の守備について、一部のファンからは守備が下手と言われていますが、プロ野球選手として何年も人気球団の先頭を走ってきた選手なので決して下手ではありません。ただ通常のプロ野球選手と比べて体が小さいため守備が弱く、アウトにできないことが目立つのも確かです。また本人も自覚し、今後の成長部分としていますが、とにかく守備範囲が狭くて肩が弱いです。その結果、サードだと強いゴロを止められない、ファーストだと送球に背が届かない、セカンドでは併殺の中継が異常に遅いと言われています。なお、野球データ分析を手掛ける株式会社デルタアナリスト9名による2021年度セカンド部門の評価はリーグ最低の評価でした。セカンドのレギュラー争いが激しくなりますが、自分の課題は守備だと思うので守備を頑張ってやっていきますと糸原自身も言っていて、春キャンプでは特殊の毎日になることでしょう。また守備練習で足腰を鍛えることになるので、打撃のパンチ力も伸びて総合力が上がると思われます。糸原はトレードされるのか。糸原の良さはアマチュア時代からのがむしゃらさです。糸原の母校である明治大学野球部の吉浪達也監督は、入ってきた時から執着心、勝負根性があるタイプで、チームのために何かをやってくれるんじゃないかという雰囲気があったと言っています。高校時代のプライドからバットを短く持つことができずにいた糸原でしたが、でかいやつには負けたくない、身長171センチと体が大きくない糸原は内野の間を抜くような打撃が必要と理解し、今ではそれこそが糸原の持ち味となっているのです。指2本分余らせてバットを握る糸原スタイルは大学時代の葛藤の末に生まれたのでした。吉浪監督は 1,2 年生の頃の糸原を見て、プロに行けるとは思わなかった、野球感はあるけどきつい、サードだけではなくセカンドもやらせないとプロへ行けないと思ったと言っています。守れるポジションが増えれば打率が下がったとしても守備で貢献できます。実際に糸原は2022年はサード、セカンドを守りました。さらに当時明治大学でコーチをしていた元太陽ホエールズ、元中日コーチ、選手寮館長の松岡浩介さんに徹底的に鍛えられました。毎朝5時半のラジオ体操に福田周平と共に出ました。グラブをつけてシャドーで守備練習、全体練習が終わった午後8時から2時間ノック、試合日も体が疲れていようとも夜遅くまで練習しました。松岡さんはどんなに苦しい練習もあの二人は嫌な顔せずついてきましたと言います。プロに行きたいという気持ちの強さが嬉しかった、だからこそ
松岡さんも何とかしたいと必死だったのです。糸原は努力の甲斐あって1年ごとに目に見えて成長していきました。それは気持ちが違ったから、あの強さは男から見ても魅力のある人間と松岡さんは言います。糸原は技術だけでなく、選手として以前に一人の人間として学生生活を過ごしました。普段の生活、取り組みをちゃんとすることが技術の向上につながるという明治伝統の人間力野球。糸原が打席に立った時、何かしてくれそうという雰囲気もそこから来ると言えます。簡単に三振したり打ち上げたりしません。糸原は初球をほとんど打ちに行かない傾向がありますが、それは決して消極的だからではありません。チャンスの時は打ちに行きますけど、自分みたいなタイプが初球を簡単に打ち上げてしまうのは違うと思うんですよね。球数を投げさせることで相手投手の球種や軌道を後ろのバッターに見てもらうこともできる。自分だけの打席じゃないですから、と糸原はチームファーストの精神が身についているのです。明治大学の頃から続けているトイレ掃除は今も毎日欠かしません。遠征前は特に自宅の掃除をするそうです。ヒット1本ありがとう、そう思いながら甲子園の通路に落ちているゴミを拾うのも糸原の中では当たり前の行動になっています。明治大学の時、今永擁する駒澤大学との試合がありました。糸原は今永のインコースの球を打ちに行きました。吉浪監督曰く、球は手に当たりました。痛いと言って痛がればよかったのに、糸原は球がショートに転がったのを見て一塁へ全力疾走したのだと言います。あれも奴の執着心というか執念ですよね、と吉浪監督は言います。野球人として後輩の見本になる選手、人間ですから、トレードに出してしまうのはもったいないと言えます。糸原の評価、ネット上の声。守備が悪くても打つ方で代わりができる選手が他にいません。誰が監督になっても現状ではセカンドかサードで不動のレギュラーですよ。糸原を脅かすレベルの選手がいないのが現状の阪神です。糸原より打撃がいい内野手は大山雄介くらいしかいない実情もあります。牧みたいなセカンドサードが守れる大型内野手がいれば別ですが、現実的にほとんどありえません。だから監督が変わっても糸原はスタメンです。セカンドが守れる強打の外国人はいますかね。セカンドショートは連携があるから日本人じゃないと厳しいです。他球団でもセカンドショートの外人は成功例が少ない。現実の野球はそんな単純じゃないし、選手はゲームのキャラクターではなく生身の人間ですよ。過去に横浜にセカンドローズがいましたが、今はないですかね。あんな伝説クラスの外人は皆無に近いです。30年に一度のレベルです。 DeNA ソトがセカンドを守ったことがありましたが、守備はひどかった。原監督だって守備度外視でポランコ、ウォーカー、大城を使いました。立浪監督も頻打に我慢できず、外野を守ったことがないレビーラを使いました。金本監督も和田監督のバントを散々バカにしてましたが、自分が監督になって打てないのが嫌というほど分かって、送りバント、セーフティースクイズをやりまくってました。外から見るのと実際にやってみるのは大違いなんですよ。そこそこの打撃だと思いますが、糸原レベルの打撃を超える内野手はそうはいないですよ。本気で優勝したいなら、糸原がポジションを奪われるくらいじゃないとしんどいかもしれませんね。セカンドは中野、ショートは小幡、あるいは木浪、サードは佐藤っていう流れを考えると、糸原にとっては完全に逆風になってる。でも経験値は阪神でトップクラスやし、巻き返せる力を持っていると思う。欠かせん戦力やし、老け込む年齢じゃない。糸原を評価する声が多いです。まとめ。糸原を総合的に見ますと、長所はチームバッティングの意識が高く、打席では粘れるため相手投手にとっては嫌な存在であることは間違いないです。しかし
残念ながら長所よりも短所の方が多い選手です。プロ通算の数字で見ていきますと、出塁率は3割5分3厘とごく平均的です。しかし優秀な選手は4割が平均値となっています。まず来季はここを目指してほしいです。次に長打率は3割4分3厘です。これはプロ野球界全体の平均が3割8分2厘ですので、かなり低いです。また今季に限っての長打率では2割9分8厘とセリーグダントツの最下位でした。参考までに球界を代表するスラッガーと呼ばれる打者は平均して4割5分から5割を超える数字を記録します。糸原選手はスラッガータイプではありませんので、ここまでの数字に期待するわけではないですが、最低でも平均以上は達する必要があるかと言えます。なお長打率とは長打を打つ確率ではありません。長打率とは塁打を打数で割った数字のことを言います。長打率が高い選手はそれだけ進塁の可能性が高まります。そのため打率よりも得点相関性が高くなることから、長打率は打者として注目される大きな点です。最後に意外ですが、プロ野球選手としては足が遅い方の部類に入ります。いかがでしたでしょうか。今回は阪神タイガース糸原健斗の動向についてお届けしました。2023年シーズンから岡田新体制となり、早くも各ポジション争いが始まっています。特に現役時代セカンドだった岡田新監督はこのポジションにこだわりを持っています。見る目も厳しく正確です。岡田新監督にとって特に大事なポジションであるセカンド奪還に向けて、糸原にはぜひとも頑張ってほしいです。そして高校野球時代の恩師、島根開誠高校野々村直道監督が語っているように、走攻守に平均点の選手ながら魂でプレーする男の姿を来季の甲子園で見せてくれることを期待しています。この動画が面白いと思った方はグッドボタン、チャンネル登録をしていただけたらとても嬉しく思います。動画作成の意欲が湧きます。最後まで見てくれてありがとうございました。